EP2D 型は、ロシア鉄道及び、中央郊外旅客会社が2016年から導入している直流電化区間用電車である。この項目では関連する他形式についても記す。ロシア連邦各地で通勤、近郊電車を運行する中央、郊外旅客会社からの要望を受け、2011年から製造されていた ED4M 型500番台をもとに設計された電車。 2015年12月に最初の編成が公開された。安全面や経済性に重点を置いた設計になっており、新たに設計された前面部にはクラッシャブルゾーンが設置してあるほか、座席の下には緊急時の避難用に用いる折りたたみ式のはしごが収納されている。また静止型コンバータの採用により、騒音が大幅に抑制され、 走行時の消費電力も従来の車両に比べ20%削減されている。車内も空調ケーシングを内部に設置したことで、冷房や暖房がより効きやすくなったほか、大きな手荷物を収納できる荷物棚、低床式プラットフォームに対応した車椅子リフトの設置、車椅子対応トイレの増設など、乗客の利便性やバリアフリーを重視した内装に改良されている。 車内照明には LED ライトを採用している。編成は4両から11両を基本としているが、需要に応じて制御電動車を用い2.3両編成での運用も可能である。なお、車両デザインも含め EP2D 型の設計、製造は、カワセレートや金融措置などの影響を避けるためすべてロシア国内で賄うことを目標としており、 最初の編成の段階で部品の90%以上がロシアの国産品となっている。形式名の EP2D はデミホボ機械製造工場で設計された第二世代の通勤電車という意味である。また、これとは別に62から377という形式番号が与えられているほか、車種によって以下の形式番号が付けられている。二千十六年三月十日から、 営業運転を開始し、2018年7月現在49編成が製造されている。最初に登場した試作車は4両編成で、低床式プラットフォームにも対応し、塗装も赤や灰色を基調としたロシア鉄道標準塗装で登場したが、2016年から製造されている、量産車は11両編成で、高床式プラットフォームにのみ対応しており、 中央郊外旅客会社の標準塗装をまとっている。なお、試作車は2017年にロシア間去年に合わせた塗装に変更された後、2両編成に短縮した上でアルメニアの南カフカース鉄道に移籍し、2018年3月16日からエレバンデュムリカンの急行列車で使用されている。2016年から製造が行われている交流電化区間用電車。 車体や機器、電子回路など多くの要素が EP2D 型と統一されている。ありがとうございます。